はい、えー。皆さん、こんにちは。伊勢海国際総合病院難病医療推進センター、センター長の大園です。えー、本日はですね、成長を見守る子供の身長の伸び悩みに正しい知識をというタイトルで講演させていただきますので、よろしくお願いします。えー、本日の内容ですけども、 1>, 1番のですね、小児の特徴って何ですかっていうところから11番のですね、身長は伸ばせるのというような質問形式で11個の質問に答えていきたいと思います。そして最後に本日のまとめをさせていただきます。まず最初の質問です。小児の特徴って何ですか皆さんはどうお考えでしょうかも,うもちろんこれは一つの答えがあるわけではなくて、 まあ本日の講演ではですね、小児の特徴は、成長することと発達することという答えでいきたいと思います。え成長すると発達するは少しニュアンスが違いまして、まあ、成長するは身長が伸びる、体重が増える、身体が大きくなるというような意味で、発達するは機能が成熟する、例えば立つようになって、話すようになってというようなことでございます。 本日は成長する中でもですね身長が伸びるということに焦点を合わせてお話をしたいと思います小児期と、まあ、一口に言ってもですねいきなりこう大人になるわけではなくって生まれてから乳児期幼児期学童期思春期と、まあ、段階を追ってですね進んでいくということになりますでこれらの段階で少しその身長の伸び方というのにも特徴がございます 大体ですねまあ日本人の基本的な年齢と身長と体重の関係をこの表に示しておりますけれども生まれたときは身長50センチ体重は3キロなんですけれども1歳では身長は1.5倍の75センチそして体重は約3倍の9キロというふうになりますそして4歳では身長は2倍の100センチ体重は約5倍のですね15キロということになります これがずっと進んでいってですね大人ではこれぐらいになるわけですので身長はですね3倍そして体重はまあ約20倍というふうに成長していくわけでございます。成長するということはまあその商人の最大の特徴なんですけれどもこれはどのようにして実現していくのかっていうのを考えてみたいと思います。 ここにはですね先ほど示しました身長の伸びを今度は図にしたものですけれども縦軸が身長で、まあ、横軸が年齢ですで、まあ、これを成長曲線と呼びますけれども胎児期から乳児期幼児期学童期思春期成人期と減るに従ってこのように身長は伸びていきますこの身長の伸びを支えるのはですねこの下で見ていただくような えー、これ骨のレントゲンなんですけどもここは一つの骨なんですねここも一つの骨なんですけども、えー、この間に線が入っていて、えーまあ、2つに分かれているように見えますこの線のことを骨端線と呼びます、えー、すなわち骨の部分は白く写るんですけどもここにある軟骨の部分は黒く写るので、えー、途切れて見えるということであります実際には一体化しております そして、成人になりますと、えー、ここの本当に骨がまあ一緒になりまして、えー、骨端線が見えなくなります。これを我々は骨端線が閉じているというふうに表現して、イコール成人の骨になったということを意味しております。じゃあ2番目の質問です。なぜ身長は伸びるのでしょうか、まあ、今ちょっとヒントを言いましたけれども、この骨と言われたときは、まあ、皆さんのイメージはこういう右の図のような 骨かもしれませんこれは大腿骨骨足のの太ももの骨ですねでこれをまああの全体に模式づかしたのがここなんですけども、えー、骨の種類としては腸管骨というふうに呼びます。まあ、長い管のような骨ということになります。そしてこの骨のですね両端に先ほど見えてました骨端線というのがありまして これは組織的にはですね、成長軟骨体という軟骨細胞がある部分になります。で、ここで分けられているので、骨は最初骨幹というのと骨端というのの3つに分けられることになります。で、この骨端線イコール成長軟骨体の中でどのようなことが行われているかといいますと、 軟骨細胞というのがありまして軟骨細胞が最初静止した状態から増殖した状態から肥大化していって石灰化していってそして最後に骨にき変わるということになりますすなわちここです軟骨細胞が増殖分化するということで骨は縦軸方向に伸びていきます 最後、骨は石灰化して硬くなりますがその時にはまあ皆さん骨とイメージが重なると思うんですけどもカルシウムとかリンが必要でそのためにはビタミン D とかアルカリホスファターゼという酵素とかが関わってきます。これ全体を石灰化という過程になります。 でこの成長軟骨体における軟骨細胞の増殖と文化が、まあ、成長の鍵といいますか成長を支えるイベントということになります。さて、えー、骨年齢という言葉をお聞きになったことはございますでしょうか、えー、骨年齢とは何でしょうかで骨年齢は、まあ、普通の年齢これを暦の年齢歴年齢と呼びますけども それとは異なって骨にも固有の年齢があるということであります。それはどのように判定するかというとですね、先ほど言いました骨端線の開き方とかですね、ここにまああの骨があるんですけども、ここの骨の出来方とか、まあ、そういうもので分かります。 あるいはちょっとピンクの矢印で示しました手指骨というちっちゃい骨がここに出てくるんですけどこれが出てくる年齢がまあ大体決まっているのでこういう骨の出来方から年齢が推定できるということで骨年齢というふうに呼びますでやはりこの成人同じですね先ほどは膝の部分で示しましたけれどもこれは手首の部分でもこういうふうに成人になると骨端線が閉じると いいうこことが起こっていますで次はですね生まれた時に身長が何センチになるのが決まっているのかいかがでしょうか皆さんのイメージは、えー。決まってると言われたらちょっと身も蓋もないとお考えの方もまあいらっしゃるかと思うんですけども、まあ、ちょっと。 答えはファジーでですね。だいたい生まれた時に50から70ぐらいは決まっている。まあ、それでもですね、かなりの部分は生まれた時に身長というのは決まっているんですね。で、それはなぜかというと遺伝子というものが身長というものを規定しているからなんですね。で、この身長に関わる遺伝子というのはまあ昔は数個とかせいぜい数十個ぐらいしか知られてなかったんですけども、今は数百数千とえどんどん 慎重に関わる遺伝子の数が増えておりますちょっとこの図分かりにくいんですけどこの赤のラインはですね ええ男の子ですけどもこの身長これまあだいたい171センチが皆さん平均なんですががまあ一番多い頻度であってそれからまたこれ165センチだとこれぐらいの頻度とか176センチならこれぐらいの頻度というふうにまあ分布しているということですねその時まあこれもイメージなんですけどもまあ身長の低い側ではですねこの身長に関わる遺伝子のいくつかがこうオンになっているまあこれをブルーで示してますけどどんどん この身長に関わる遺伝子がオンになる数が多いほどですね身長が高いと、まあ、これはまあイメージ図ですけども、まあ、このように身長は遺伝子で規定されているということになります。ということはどういうことかというとですね結局従って我々診療ではですね 子どもさんだけを見るんじゃなくてご両親の身長を聞くことになります。でご両親というところもポイントで例えば男の子は父親とか女の子は母親にいるんではなくてご両親からいい分平等にですね影響を受けます男の子であろうが女の子であろうが。 でそのまあ影響ですけども男性と女性で1 3ンチの差がありますので、まあ、これをそれを相殺するためにプラス13にしたりマイナス13にしたりしておりますけども、まあ、要はお父さんとお母さんの身長の平均それに男の子の場合はまあ6 5センチ足す女の子の場合は6 5センチ引くというようなこれぐらいがまあ目標ですよ。あくまでも例えばこれが本当だったら えー、兄弟みんな、例えば男兄弟は全部同じ身長、女兄弟はみんな同じ身長になりますから、まあそんなことはないわけです。やっぱり影響力はまあせいぜい70%ということになります。だからもう一つのポイントはですね、日本ではもう過去25年、まあ、30年ぐらいですね、もう17歳児の身長はほとんど変化しておりません。これもでも一般的な人とのイメージとは違うとは思うんですけど、それは やはり思春期が来る年齢が少し早くなってますので、例えば小学校の時の身長などは少し伸びております。でもう大人の身長はもうほとんど一緒です。で、まあ家族的に低い場合、お父さんもお母さんも低いから子供も,も低いよねって言った時に、まあ体質性低身長と呼ばれる場合がありますけども、まあこれイコール異常がないというわけでもないという場合も、まあ我々としては考えておかないといけないと。 それから今思春期のお話をしましたけれども最終身長は同じでもですね思春期が早く始まったのか遅く始まったのかによってはまあと特に皆さん同じクラスとかでもいらっしゃったと思うんですけど男の子中学校まで非常に低かったのに高校になってか急に伸びたとか、まあ、そういう場合があると思うんですけどその子らは最終身長は全然低身長ではないんですけども、えー、中学校までは低身長として扱われる場合もあると。 そういうことがその病気なのかどうかの判定にはですね、まあ、非常に重要になってまいります。ということで、まあ、これが主題あるいは今日来られた方の関心事かもしれませんけれども低身長というのはですねあくまでも一つの兆候一つの症状 一つの表現でありまして、原因を考えないといけないと。原因によっては病気である場合があるし、原因によってはそうでない場合もあるということになります。で、これも数字で定義をつけないと、まあ感触だけではものを言えないので、一応定義がございまして、低身長の定義は身長がマイナス 2.0SD 以下となります。SD はスタンダードデビエーション。 標準偏差と言いまして、平均からのズレを表します。で、大体マイナス2.0で以下ってなると2%とかそういう世界になります。100人おったら1人から2人ぐらいの人がそこに入っていくる。 成長率、率というのは1年間の伸びを表しておりまして、この1年間の伸びがマイナス 2.5SD 以下であれば、これも低身長という定義に合致するということになります。この成長率も年齢によって違いますので、 年齢ごとに判定しないといけないんですけれども非常にざっくりといえば、まあ、年間4センチ伸びない小学校に通っている人は、まあ、少し問題があるということを我々はフィーリングとしては感じます。 で、これらを判定するのが、まあ、成長曲線を書いて判定する。今のは、ワンポイント。今日は外来に来られました。身長を測りました。年齢と比べました。っていうものなんですけども、やはり過去の身長の記録が大事で、今までどのように伸びてきたかということが大事になってきます。例えば、こちらが身長。こちら体重なんで、今日はこの体重の話はほぼしませんが、こちら身長なんですけども、A さん、B さん、C さんとおると。 この時点ではですね C さんが一番身長が高いんですけれども実はこの C さん最近伸びが非常に悪い成長率がかなり低下しているということになりますとこの成長率の低下の原因がですね最近起こったと生まれつきじゃないということになってきますのでこれはまあ病気の率がむしろ高くなります。ずっと同じぐらいのペースで来ている B さんの方が、まあ、ひょっとしたら病気ではないという場合もあります。 低身長の主な原因ですけれども病気と考えられるもの病気とは考えにくいものがありましてまあ実は病気とは考えにくいものは意外と多いです体質性とか家族性とか、まあ、生まれつき最初小さくてですね特に追いつくまでは低身長という判定にありますのでそういう場合は病気ではありません 病気の原因としては内分泌の異常染色体の異常気系症候群 SGA 性低身長骨系統疾患腫瘍臓器の疾患心理社会的な原因まこういうものがあります内分泌の異常等は後で言いますけどもこの2番と5番を後で説明しますが例えば成長ホルモン分泌不全性低身長とか向上サイルモン機能低下症などが入ります そのうちの成長ホルモン分泌不全性低身長のお話をしますけれどもこれは今年のですね4月からこの小児慢性特定疾病の治療研究事業の要件が緩和されたというのがトピックスになっております。そののために慢性特定定疾病の認定を受けやすい あるいは認定を受けていても治療を前までは治療中止基準というのがあったんですけれどもそういうものが撤廃されたので継続使用ができるということになります。まあ、細かいい数字はは今ここで知っていただく必要はありません。 SGA 性低身長ですけれども、SGA というのはまあ日常用語では出てこないですけれども、これは Small for Gestational Age と呼びまして、生まれた時の周数に応じて身長や体重が小さい場合ということになります。 最近では未熟児と呼ばれるようなですね、早く生まれてしまう子が多いので、その人たちが全部 SGA かというと、そうではなくって、その周数ですね、例えば32周で生まれてしまったかもしれないんですけど、32周で生まれた人の平均であれば、これは SGA ではないという判定になります。とこで90、90%以上の人たちが追いついていく、これをキャッチアップと呼びますけども、そういうことが起こります。 しかし一部の人はキャッチアップせずに2、3歳まで低身長のままという場合、まあ、特に日本の基準は3歳なんですけれども、SGA 性低身長というふうに呼びまして、ある要件を満たせば、成長ホルモン治療の対象となります。 成長曲線って何活用するにはどうしたらよいのということですけど、まあ、なんとなく今まで成長曲線ということは使ってるんですけども皆さんにどれぐらい馴染みがあるでしょうかこれが実際に診療現場や、まあ、学校でも使っておりますけども成長曲線になりますブルーが男ピンクが女ってことになりまして上側が身長下側が体重であります。 で縦軸はですね左側が身長を示しておりまして右側が体重を示しております翌軸は年齢ということになります線がいっぱい引いてあるんですけども、まあ、あの太い線が平均ということになりますで先ほど言いましたようにマイナス2 s d が低身長の基準というんですけどもそれがまあこの平均から2つ下のラインがマイナス2 s d というラインになります、まあ、こののり実際の その人のです、ね、年齢と身長あるいは体重をプロットすると読いますけども点をを打っててどここにに位置すするのかを見いいくということうなります先ほどの学校現場でしたけどこれは母子健康手帳で、まあ、妊婦さんに配布されるものですけども男児用はブルーで書かれておりましてこちらもですね上側が身長下側が体重になります。 こちらはですね SD 表示ではなくてパーセンタイル表示ということになりまして3から97がこのシャドウで塗られている正常範囲内ということになります、まあ、ほぼ 2SD と同じだと思ってくださいだから年齢がちょっとややこしくて、まあ、赤ちゃんですのでどんどん大きくなりますのでここが12ヶ月までここはまた上ですね6歳まで。 2歳のところで結構区切られていたとえいまだ成長曲線に戻りますが、まあ、こんなふうにですねちょっとこれだけではわからないと思うんですけども、まあ、この身長はですね生後よく伸びる時期と一定のスピードで伸びる時期と再びよく伸びてまたそしてその後は伸びが止まってしまうという、まあ、3つの時期に分けられます。 で、この絵が、まあ、先ほどできた成長率と関係しておりまして、まあ、あの、成長率は成長速度とも呼ばれます。同じです。え、一応その成長率、これなんですけど、これを、 カーブが成長率を表していますで、言いましたように、よく伸びている時期、まあ、直線的に伸びる時期、そしてまたスパートがかかって伸びなくなる時期と、この3つがこういうふうにプロットしますと、非常によく分かるかと思います。で、これもちょっと言いましたけれども、この一番伸びない時期でもですね、まあ、年間普通4センチは伸びるということになります。で、まあ、一番伸びるのが生まれてから1歳までで、 まあ最初に説明したように、50センチが75センチになりますので、年間25センチ伸びているということになります。で、思春期の話はまた後でさせてもらいます。こういうふうにまあ3つの時期に分けられるということであります。で、この成長曲線の利用につきましては、えー、法制、法律化しまして、 この学校保健安全法施行規則の方にその身長曲線体重曲線等を積極的に活用することが重要というのが盛り込まれたこれはまあ平成26年になりますけれどもそういうことで子どもの病気の早期発見につながるように学校の現場での活用推進が望まれますということです。 ちょっとまああの不思議に感じられるかもしれません。昔から学校現場では別に身長も単純も測ってたんですけども、まあ、いろいろなトラブルがありまして、まあ、例えば身長が低い、体重が重すぎる、ちょっと病院に行ったらどうですかというと、なんでそんなことを言われないといけないのかと、反論されたときにですね、根拠法案がないとですね、勝手に言ってることになりますので、まあ、こういうふうに。 えー、あの法律に基づいてですねそういうアドバイスを行ってもいいととうことになりますで、まあ、今ですから、まあ、あの自分でアプリで作りたいということでアプリでも作れるようになっておりますので、まあ、スマホを使う方は一度ですねこのアプリで成長曲線を書いてみてください。 この「子どもの成長啓発デー」というのがまあ設けられておりましてこれがまあ9月20日なんですけれどもこれ日本小児内分泌学会も協力してるんですけどもこの日にですねまあ身長体重のことを意識しましょうと。これまあ年に1回っていうのは少ないとも言えるんですけどでも少なくとも去年のこの日と。 今日と比べてです、ね、何センチ伸びましたか何,何キロ太りましたかっていうことが次腕とか足の長さと体重そしてそれが身長低身長と関係があるのかという質問であります。 これもあんまり聞き慣れない言葉と思いますけれども「四極」または「アームスパン」という言葉がありましてこれがアームスパンなんですけれどもこれはレオナルド・ダ・ヴィンチが描いております「ウイトル・ユス的人体図」っていうんですけど、まあ、要はこの身長とです、ね、この手を広げた指から指までの長さこれを四極と言いますけれどもその長さがまあほぼ一緒だと。 いうことを意味しています、まあ、日本人はちょっと手が短い方が普通なんですけどまあ同じぐらいだとで身長を測るだけじゃなくてこの身長に対してですね手の方が短いとそれを四肢短縮型と呼びますか手の方が長いとこれをまあ区間短縮型と呼びますけど、まあ、これは要は背骨がまあ短い低いということになります。 これで病気の原因が2単位別できることになりますので非常に意味があります。こちらもですね昔は雑高っていうのを使ってたんですけどこれが今学校ではもう雑高を測らなくなりましたので雑高のデータはまあ取ってません。我々ももう今、えー、っと昔はあの診療の部屋には座高計置いてたんですけど今は置いてないという状況になります。 で体重ですけれども、まあ、プロポーションいうたらまああの何頭身みたいなあの頭の大きさっていうのもよく言われますしあとは、まあえー、体重と身長の関係っていうので、まあ、太り気味とか痩せ気味とかいうのでプロポーションという表現を使うかもしれません。でこれで体重評価はですね、まあ、大人は BMI を使いますボディーマスインデックス。 体重キログラム表示を身長メートル表示して自乗して割るということですねだいたい理想が22ということになっておりますし、えー、少女の場合はですねこの BMI の正常値が年齢によって異なるので少し判定しづらいということで、まあ、肥満度ですね、えー、その時の標準体重というものを身長からですね割り出してきて。 その標準体重に比べて実際の体重が大きいのか小さいのかによって肥満度とというのを判定すすることになりますそれからまあいわゆるメタボウっていう言葉もよく聞くと思いますけれどもそういう代謝に関係するような時にはですねやはり体脂肪率というのが増えているかどうかというのが問題になってきます。 次は思春期の成長スパートはラストスパートですかということになります先ほど示しましたように第三ステージは思春期でその時に成長がスパートするんですけども改めてここで言いますと思春期に性ホルモンの影響を受けて成長速度が急激に増加することまあ、男の子が13歳女の子が11歳、まあ、2歳ぐらいの差があります えーまあ、最大の平均速度が、まあ、男子で1 0ンチぐらい年間十字が8センチぐらいで思春期の始まりから終わりまでに男子は2 5ンチ女子は1 7 5センチぐらい伸びる、えー、ということになります。ということは、まあ、思春期に入った年齢でだいたい成人の身長が分かっちゃうということになりますけど、まあ、それも確率的な問題で絶対に決まった問題ではありません。 でだから、ね、新規の始まりの時期というのが、まあ、低身長の判定に大きな影響を及ぼすし女性ホルモン,性ホルモン、まあ、男性ホルモンと女性ホルモンなんですけども女性ホルモンは成長スパートをもたらすとともに骨端線を閉鎖し成長の終了をもたらす。だから成長スパートと成長が止まることはもう一体化してます。 新規に見られる医学上の問題ですけど、まあ、先ほど言いましたように心がいつ始まったかということで早発早い場合は早発遅い場合は遅発といいますだからまあいろんな治療をしていく上ではですね治療の継続が難しい場合がありますコンプライアンスの不要と呼びますからまあ良い生活習慣を獲得するのには非常に重要な時期なんですけど、まあ、独立心も旺盛ですので人の言うことはあんまり聞かないということになりがちです で成長にはホルモンが大事でしょうか、まあ、大事かなとは皆さん思っておられると思いますけれども成長に関係する3つのホルモン成長ホルモン甲状腺ホルモン性ホルモンですけれども、まあ、中でもやっぱり成長ホルモンは非常に重要でございます。 それから骨も成長を支えるには重要なんですけれども、うん、それに関わるホルモンは複合状腺ホルモンと活性型ビタミン D になります。で、最近というか、まあ、2000年以降なんですけれども、分かってきたのがこの C 型リニオーペプチドっていうの、まあちょっとホルモンっぽい名前じゃないんですけど、これがまあ軟骨から出てきまして、この 成長させるのに非常に重要ということが分かってきまして、これも例えば治療薬としての開発ということも行われてきております。成長ホルモンはこの下垂体というですね。脳からですね。ちょっとぶら下がったところ、まあ、拡大するところなんですけど、から出てきまして、肝臓に働いてインシュリン用成長、因子 1igf1 を作って、それが骨に働いて。 特にに成長長軟骨帯ですねいいてて身長が伸びるという経路になっております先ほど出してきた虫絹図を再度出しておりますけど、まあ、近年はですねこの成長障害、まあ、低身長とか今日は話しませんが高身長とかいうのはこの成長軟骨体の異常だというのがだいぶはっきりしてきました。 それを成長障害というわけですけどもその原因ここにいろいろ書いておりますけどもそのうちでも成長ホルモン欠乏とか甲状腺機能低下症とか思春期創発症とかそういうものは成長に関係するホルモンが原因でやはりですね成長のホルモンはですね身長を伸ばすのに重要であると。 ということになります逆に成長ホルモンは治療薬としてもありますので、えー、そのことを考えてみたいと思います。成長ホルモン治療を受けられるのはどんな疾患ですかっていう、えー、現在ですねこの8つありまして成長ホルモン分泌不全性低身長ターナー症候群プラダーウィリー症候群ヌーナン症候群軟骨異栄養症慢性腎不全 SGA 性低身長食水上昇ということになります。 成長ホルモンの投与量は疾患によって異なりますで基本は毎日打って、まあ、皮下注射すると、えー、毎日ですので自宅で打っていただくんですけどもまあ両親か本人が注射するとまあデバイスっていうんですけど注射器も非常に良くなってますのでまあそれほどトラブルなくできるのが普通でありますで最近はですね週1回製剤というのも出てきまして疾患によっては投与可能ということになります 成長部門両方の目的ですけども、まあ最初の頃はですね、とにかく身長を伸ばして、身長、まあつまり成長率を上げてですね、キャッチアップさせようと。からキャッチアップ後は、まあみんなと一緒の成長でよろしいと。で、最終目標は成人身長の正常化ということです。まあこの,あの論文はこの SGA 用に書いてあるんですけども、まあこれは他の疾患でも基本的には同じと考えられます。 で遺伝子に組み換え天然型ヒューマン H はヒューマン人というんですか GH グロスホルモン製剤というのがありまして、まあ、今は遺伝子組み換え型であります遺伝子組み換え型というとちょっとなんかあ違和感や嫌な感じを感じる方もいられるかもしれないんですけど今は、まあ、薬剤の開発のですねかなりの部分は遺伝子組み換え技術を用いております 以前はですね、ちょっと完全型じゃなかったのでよろしくなかったんですけど、1988年以降はですね、完全型のリコンビナントヒューマン GH と言いますけども、それが作れるようになりまして、抗体ができにくいとか、まあ量的にも十分だったので適応拡大ができると。 そういういことになります、まあ、不適切な使用というのは常に目を光らせないといけないんですけど例えばスポーツ選手とかアンティエイジングなんかでも使われる場合があります。でこれの後発薬のことをバイオシミラーと言いましてそれも日本では2009年以降に使えるようになっております。 先ほどの、まあえー、使える疾患なんですけどそれ最後の SGS 邸定身長とショック水常症は小児慢性特定疾病の対象疾患ではないということになります。ただ、まあ、あの保険適用でもですね今医療費子ども医療費の助成っていうのは、まあ、あの非常に充実しておりますので大概の場合はそちらでカバーされます。 え小児慢性特定疾病のことに関しましては、この小児慢性特定疾病情報センター、ここにアクセスしていただくと非常に詳しく載っております。成長ホルモン治療に関する医療費助成についても書かれてまして、まあ、16の疾患群のうち、悪性心生物、慢性腎疾患、内部疾患、骨系統疾患の中に、まあ、そういう適用がある疾患があるということになります。でこの時点ではですね、 この意見書、医療意見書っていうのが必要だということになっているんですけど、これが先ほど言いましたように、この4月から成長ホルモン治療用医療移転症が不要になったということになります。で、最後のクエスチョンですね。身長は伸ばせるのかどうか。これも非常に関心高いかと思いますけども、身長を伸ばす3つのコツというのはあります。睡眠、栄養、特にですね、1歳半までの 栄養ということになりますけれども身長が伸びるというふうに宣伝している広告食品サプリなんかは、まあ、いっぱいあるんですけれども効果があると確認できているものは一つもないとこれはまあ小児内部物学会のステートメントにも出ておりまして、まあ、あの健康のためにですね当然睡眠をよくとるとか栄養を十分るとるこれはもう当然なんですけどそれで何センチ伸びるというようなまあエビデンスはないと。 ということになりますだから何も否定しているわけじゃないですよ寝なくていいとは言ってもないですけど寝たら伸びるというわけでもない、まあ、でもやっぱりあんまり寝てない、まあ、今の現代の生活は睡眠不足が多いですので、まあ、睡眠は十分とっていただいた方がいいとで、まあ、特に一つの根拠はあの先ほどから言っております成長ホルモンというのが水分、まあ、中に分泌される量が多いということで、まあ、睡眠は十分とっていただくということになります。 えさて、まあ、もう最後、締めに入っていきますけども、えー、低身長がまあ気になったらどうするのかということですけども、まあ、異性界国際総合病院小児科ではですね、えー、まあ低身長の奥さんの受診を受け入れております。えー、ま、問診内容としましては、やはり今までの成長の記録ですね、母子手帳や学校での成長の記録、から生まれた時のまあ記録、まあ、これは多くの場合も母子手帳に書いてありますので、まあ、それで結構です。 それから、過去の病気の内容ですね、まあ、アレルギーとか多いですね、それから、もちろん手術歴とか入院歴とかですね、そういうものも大事です。現在の栄養の摂取の程度とかね、途中で言いましたように、両親の身長とかですね、思春期の発来の時期、これは言わなかったですけど、両親の思春期の発雷の時期もですね、結構、子どもさんと似るんですね、だから、まあ、送手なのかどうかというのは、ちょっと参考になります。 で、えー、検査ですけども、もちろん診察して、それから先ほど見ましたアームスパンを測るとかですね。まあ、側腕。これはまあ、学校検診でも入ってますけど、側腕、意外とい,いらっしゃいますので、こういうとこあります。それから、思春期の、えー、時期判定。まあ、これはちょっと、学校検診では問題になってますけど、診察室では絶対必須ですので、えー、思春期の判定もさせていただきます。そ、え、れ、ー、から、体素性を見たりですね、えー、血液や尿検査。 もやります。だから骨の年齢は手のレントゲンで十分です。あのまあ、放射線というものをあの気になるされるかもしれませんが手はもうほとんど問題ありませんので手だけでも結構ただ骨の病気が疑われた場合は全身骨ということになります。でこれらをまあ一時スクリーニングで呼びますで。それでさらに、えー、精査が必要となればな例えば成長ホルモン負荷試験とか遺伝子検査とかに進んでいきます。 えーまあ、以上をまとめますとですね小児の特徴の一つは成長することそれはまあ小児では成長軟骨体が存在するから、えー、身長の伸びには乳幼児期学童期思春期などにおいて特徴があります、えー、身長が乱される原因はホルモン異常とか軟骨異常とか染色体異常など多岐にわたります低身長だからといって病気とは限りません成長曲線をつけることは診断の手助けになります 身長のことで悩みがあれば思春期を迎える前に専門医に相談しましょう成長ホルモン治療を受けられるかどうかも専門医に相談しましょう精神的なことが成長障害の原因となることもあれば、まあ、身長の異常がです、ね、心理的な変化をもたらすこともある、まあ、ここはですね心をですね、まあ、寄り添ってですね診断あるいは診察をしていく必要があるというふうに思っております。 まあ、異会国際総合病院小児科で私はまあ小児科にもいますが難病医療推進センターにもおりまして、えー、まあそれを少し宣伝をさせていただきますと「まあ、あのチーム医療で子どもたちの幸せを支えます」という、まあ、私が勝手に作ったんですけど、えー、そういうスローガンでですね「小児全般の疾患それから乳児健診予防接種発達支援健康増進」 それから気象難病の医療ですね難病研究難病医療ゲノム医療の推進ということで堺戸川北岡成田斉藤菅谷中道小町という小児科医でなっておりますそれからスライド作成ではですね日本赤十院北海道の伊藤先生とか京都大学の松下先生のお世話にもなりました はい。えっ、ー、と、成長ホルモンの治療期間はどのくらい行うのですかということですけど、まあ、もちろん適用のある期間ということなんですけど、えっ、ー、と、診断がされたらもうすぐに使える病気もあれば、まあ、あの、例えば軟骨無形成症なんかは3歳以降というような縛りがあったりする場合もあります。で、いつまでというのは原則的には骨炭線が閉じるまでなんですけども、まあ、その判定がやや難しいので、 年間の成長率が例えば1センチ未満とか、まあ、そういう年間の成長率の縛りという場合もあります。 まあ例えば典型的にはですね成長ホルモン分泌不全性低身長でしたらまあ3歳4歳で診断されて、まあ、1 2 3歳ぐらいまで、まあ、10年近く打つということにもなりますので、まあ、診断もですねそれからまあその先ほどちょっとコンプライアンスという話もしましたけども、まあ、どれぐらい身長を伸ばすっていうことをご希望されるのかとかですねあるいは副作用のチェックというのは必ず必要になってきますので。 ので、そういうものも定期的にですね受診する必要があるんだとかまそういうことをご理解いただければと思いますまこれは一緒だと思いますけど何歳まで使うことができますかというのはまあ、成長を伸ばすためには今の先ほどの答えで結構ですただあの成長ホルモンの適用は成長を伸ばすだけではなくて今あの代謝関係でも え使えることになってまして重症の成長ホルモン分泌不全症の場合は成人でも使えますただ使う量は非常に少なくなりますのでこの意味では何歳ままででも使われますまあ内分泌内科の方ではまあ一体何歳まで使うのかというのは少し話題になる時もありますまあつまりえ高齢になっても使うのかどうかということですね。 それから成長ホルモン不可試験というのはどんな検査ですかということですけどもこれはまあコンセプトとしてはですね成長ホルモンの分泌が先ほど言いましたように睡眠時に多くしかもダラダラと出るんじゃなくてパルサタイル脈動的と呼んでますけどピュッピュッと出るんですね。従って1回その血液の検査をしたから出てますね出てませんねという判定が非常にしづらいということになりまして 結局成長ホルモン出なさいという命令の注射をした後に連続的に採血してそしてそのピークの値で成長ホルモンの分泌が十分か不十分でないかという判定をするということになります。で一つのポイントはあの食べてますとつまり食事摂取してますと血糖が上がるんですけどもそれは成長ホルモン分泌を抑制しますので。 空腹時に行う必要があるということが一つ。空腹時に行うと、さらに血糖を下げるような場合、例えばインシュリン負荷っていうようなこともありますので、少し危険性を伴いますので、まあ、多くのところでは、まあ、少なくとも異性界では入院して行うということを基本にしております。 はい、えっと、本日はですねあのご視聴いただき、あるいはまあこの会場に来ていただきまして、ありがとうございました、まああのょうのです、ね、講演がまあどの程度お役に立ったか分かりませんけれども、まあ、少しでもですねあの気になることがありましたら、またあのご相談していただければというふうに思っておりますので、えー、ぜひです、ね、そのように今後もですねお願いしたいと思います。どううも本日はありがとうございました シルクセリシン配合の基礎化粧品セリサススキンをぜひお試しください。